FNS 歌の夏祭り 2015FNS 歌の夏祭り 2015FNS 歌の夏祭りはフジテレビ系列で2015年7月29日19時23時8分に生放送された通算4回目の FNS 歌の夏祭りである FNS 歌の夏祭りとしては第4回目となる今年も会場は国立代々木競技場 第一体育館で4時間を超える生放送となった。また、司会が草薙剛から森高千里と渡辺県へ変更された。出演アーティストは69組だった。この回は19時20、53.20、53から23時8分の2部構成で放送。また、司会やゲストミュージシャンの一部が水曜歌謡祭におけるレギュラーで、 スタッフも重複している面がある。また、演歌勢は、この回より一切出演していない。翌2016年3月をもって、水曜22時枠ドラマが、廃枠になったため、2013年以来続いた、水曜22時枠ドラマを休止して放送する、体制は、今回が最後となった。今回のステージの最多出演者は、水曜シンガーズであり、6曲に参加している。 桃色クローバーゼットの高切れには、左手頭骨へに痛ん骨折のため出演を辞退した。マークパンサーは2008年以来7年ぶりのテレビパフォーマンスとなった。番組前半では、坂本 Q が没後30年を迎えるため、坂本 Q の名曲、見上げて、ご覧夜の星を上を向いて歩こうの2曲を複数の出演アーティストのコラボレーションで披露された。番組後半では、 グローブのデビュー20周年を記念して、メンバーの小室哲也とマークパンサーが、治療中の稽古の代わりに、チャイ、ジュジュ、メイジェイといった今の時代をときめく女性ボーカリストとの、コラボレーションで、フィール・ライク・ダンス、キャント・ストップ・フォーリン、イン・ラブ、リパーチャーズの3曲のスペシャルメドレーを披露した。ジャニーズ事務所からは、スマップ、トキオ、V6、嵐、カンジャニエイト、ヘイ、セイ、ジャンプ、 キスマイフット2、マイ祭り組、セクシー、ゾーンと9組が出演しており、9組のうち時を V6、嵐、カンジャニエイト、ヘイ、セイ、ジャンプの5組は FNS 歌の夏祭りに初出演となった。スマップは翌年、出演を辞退し、同年の12月31日をもって解散を発表したため、同番組へは、今回が最後の出演となった。 V6 が Wait for You の披露前には V6 と司会の森高千里、と渡辺健を含めジャニーズ事務所の先輩である時を後輩である嵐もステージに登場して V6 のデビュー20周年を祝福したコメントを含めた V6 との思い出にまつわるトークを展開した。また、この他に司会の森高、渡辺と出演アーティストの船し、嵐、鈴木正幸、 今市隆二、戸坂博美、時を、桃色クローバーセッ,ットスマップとのトークを番組の随所で行われており、例年の FNS 歌の夏祭りよりもトークが多めの番組構成だった。今年は、ジャニーズ事務所の時を、V6、嵐、関ジャニエイト、ヘイ、聖、ジャンプも含め、安倍夏美、家入れを、稲垣樹日、大島花子、大原桜子、河田久美 田島隆夫、谷村真嗣、チャイ、ジャゲ、新妻聖子、ハッピネス、平井健、ふなっしー、フラワー、ブレイカーズ、星野源、マークパンサー、三浦大地の24組のアーティストが FNS 歌の夏祭りに初出演した。トップバッターはエグザイルが初めて担当して、ライジングさんを披露した。大鳥は例年通り、スマップが担当して、 華麗なる逆襲を披露した。今回は全69曲中31曲がコラボレーションで披露と、例年よりコラボレーションが少なめで、単体での新曲披露が多めの番組構成だった。音楽、武部聡、演奏、武部聡音楽団、ありがとうございます。